マルサンホビー動画チャンネルです。タミヤ35分の1スケール、ソビエト重戦車 KV-2 です。KV-2 はソ連軍が KV-1 の攻撃力をさらに高めた陣地突破用の重戦車です。車体は KV-1 をベースに主砲を 76.2mm 砲から巨大な 152mm 榴弾砲に換装、内部スペースを確保するために、砲塔は背の高い箱型になっています。ここがこういうすごい大きな、砲塔になっています。そしてキットの方を、の中をご覧に入れます。まずはこちらの、砲塔の、部分になります。あとは、こちらにフィギュアが2体入っています。そしてこちらが、フェンダーや細かい、部品などが入っています。でこちらが、天輪とかのパーツが、入っています。あとこう工具箱などもこちらに入っています。で履帯の方は、こういう部分連結式になっており、上側の部分はこのようにもたるみのこうところのこうちゃんとした成形になっています。そしてこちらが、車体パーツになります。でこちらが、ワイヤー用の糸やポリキャップ、あと透明の、部品が入っています。そしてこちらの方が、デカールシールになります。部品はこれで以上になります。そしてこちらが組み立て説明書になります。こちら下に、使用する色がまず書いてありまして、これはタミヤのアクリルカラーやエナメルカラーなどの記載になっています。あとこちらに、必要な、工具類や接着剤などが書かれています。そして、組み立ての方はこちらのまず2点から選んでいただいて、ソビエト仕様かドイツの鹵獲仕様かのどちらか2点を選んで作るようになります。でまず組み立ての方は車体の方からの組み立てになります。そして車体上面のパーツを作っていきます。そして、車体上面パーツを、車体の方につけていきます。そしてこの前側の装甲をつけていき、こちらにバンプストッパーを取り付けていきます。でこちらにも反対側のバンプストッパーをつけていきます。で次に、ドライブスプロケットやロードホイール、アイドラーホイール、リターンローラーなどを作っていきます。そして、サスペンションを取り付けていきます。でこちらも反対側のサスペンションを取り付けていきます。その次に、ホイールの取り付けの方になります。こちら左右取り付けになります。でこちらの方が履帯の組み立てになります。このような、長い部品と短い部品を部分的に連結していく方式になっています。そしてこちらに原寸大図がありますので、これを姉に照らし合わせながら組み立てると分かりやすいと思います。で次にフェンダーパーツを作っていき、フェンダーを車体の方にセットしていきます。でこのあと次にフェンダーのこのステーの部分を作っていき、次に機関銃やハッチ、あと工具箱などを組み立ててセットしていきます。でこちらにも後部のハッチ、あと排気管などを取り付けていきます。で次に、砲塔の組み立てになります。砲塔の下の部分の、パーツを組み立てていき、あと前後左右のこの装甲板を取り付けていきます。でその次に、この上の方の装甲板を取り付けていきます。でここで、砲塔の方の組み立てになります。
そして砲塔の上のパーツなどを取り付けていきます。でこちらが人形の組み立てと色の塗る部分の説明になっています。そして砲塔を車体にセットし、あとこのワイヤーロープをセットすれば車体の完成になります。そして次にこちらの方がまずこの KV2 の解説文が書いてあります。でこちらもその続きや、あと各部の名称などが書いてあります。でこちら開いていきますと、こちらが外見のカラーや、あとデカールの貼る位置が書いてあります。片方はソビエト軍、片方はドイツの鹵獲仕様になっています。そしてこちらの色を再現するには、まずはこちらの方ですね、この XF4 の、イエローグリーンと、あと XF58 のオリーブグリーンを1対1で混ぜた色を使います。で基本的にこのドイツ鹵獲仕様もこれを下にベースにしまして、そしてその上からこのフラットホワイトを塗っていき、こういう陶器迷彩のような状態を、再現するようになっております。このようなタミヤの戦車の新製品です。この続々こういったものもご紹介していきますので、ぜひ、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。これで以上です。バイバイ。